バービーファルコン、キャプテンタウン。バービーファルコン、こっちがファルコンだ。ゴレムさんがファルコンですね。ゴレムファルコン対ワカービー。バックヤックだって。オーバーヘッ、オーバーヘッ、オーバーヘッ。ダイブ、これはバーストですね。オーバーヘッ、ガラスして上下までかかっていく。オーバーヘッ、オーバーヘッ、オーバーヘッ。これはバーストですね。上投げ、前投げ、オーバーヘッ、ダイブ、これはちょっと安い。リーで追い出して、おっと、これは水出を狙うが、しょうがない。おっと、テールがとんでもない当たり方している。投げで最低限するのを出していく。おっと、しゃがみで少し横綱、横綱を。オーバーヘッ、オーバーヘッ、オーバーヘッ、これはバーストしない。そしたら難しい。落として、バックヤックルは届かない。おっと、飛び方を確認しない。ファルコンキック後ろ投げでバースト。ゴレイヌさんが一本選手。ファルコンに対してマリオを当てていく。マリオが苦手なゴレイヌさん。バッキング当たって、キング式で軽くバッキング式ならで、ずらしを見てから、ずらしを見てからバックアックルに変更した感じですね。バックアックルからバックアックル、バックアックルでプレッシャーを受けて横行で追い出していく。これは組織格が見せてしまう。横綱をぶっ放してバスト。崖際の横綱非常に強いですからね。誰か、あげこさん、ここら辺誰かいるようにしてるよ。ああ、火力が大きい攻めは間に合わない。うまい、反転入ってしまう。バッキャナス刺さって投げは入らない。トレーニングで暴れて、ここから大きい攻めは軽く取れない。オーバーヘッ、オーバーヘッ、落として、これは間に合わない。しっかりサビダに乗らない、いい感じのスラッシュだし。おっと、ドリルで死んでしまう。何したの、ダメだ。キャラカード、オーバーヘッ、ダイブ最低限速度に戻して、一つしか難しい。しっかり見ているが投げは入らない。ダイブにされてしまう。ダイブでこれバストですね。ゴレイヌさんの勝利です。